現代っていうのはさ、まあ、そういう特別な人じゃなくて、誰もが人間として生きていくための、なんていうか、技術としての芸術。アートっていうのは、元来がアーツ・オブ・ライフで、いや、人間として生きるための道具なわけじゃん。で、まあ、これが、まあ、いわゆる教養になっていくわけだけど、だからこの中には、なんていうかな、音楽もあるし、そういう芸術、いわゆるファインアートっていうのもあるけど、ファインアートっていうのは特別、この中のアーツ・オブ・ライフの教養の中の特別なものじゃないですよね。まあ、一般教養の中にはさ、いろんなものがあって、いわゆる科学だって、数学だって、論理学だって、あるいは武術だって、全部アートなわけじゃない。だから日本だって、なんか陸芸とか言うけど、結局武術とか馬術とかいうのもアートの中に入ってるわけじゃない。6つの芸。これは何だっけ、中国で言えば貴族が行うべき6つの芸なわけで、だからまあ、つまり人間として生きていくための、技術なわけじゃないですか。で、そういう考え方だから、まあ、現代っていうのはさ、まあ、そういう特別な人じゃなくて、誰もが人間として生きていくための、なんていうか、技術としての芸術だと思うんですよね。現代芸術は現代アートとか言って、特別な人がやるんじゃなくって、みんなが日常的に、なんていうかな、自分が人間らしく生きていくためにの技術としての芸術があるっていう考え方が、僕は現代アートだと思うんですよね。日本で言ったらお稽古とかなんか言うけども、そのレッスンじゃなくて、その日々やっていくっていうことは、人間として生きていくための技術としての芸術。それがお稽古という形だったりするんだけど、それがなんていうか、日本的な伝統的なもんでもあるし、逆にそれが今の時代、現代のアートの形だ、一つのね、形だと思うんですよね。だから必ずしも、なんていうかな、見慣れないことだとか、特別なテクノロジーを使うものとか、そういったなんていうかな、新しいから現代芸術だっていう感じじゃなくって、なんていうかな、芸術のあり方自体がもう変わっていくんだと思うんですよね。プリミティブアートっていうアフリカのってありますよね。あれもやっぱりみんな広くだから昔はね、みんながやってたんですよね。ね。本来はそういうふうに、そういうもんだったのが、どんどん変わっていった。逆に言えば、そういった、なんていうかな、そういったみんなが持ってたそういうアートっていうものを取り上げられちゃって、放棄しちゃって、取り上げられちゃったっていう形だと思うんですよ。そうですよね。アートイコールお金みたいなところも、そうね、そういう権威だとかね、そういっ権た威。なんか、こういう、まあ、お金になったり、そういう権威になったり、そういった、なんていうの、上下関係とか、そういった、なんていうかね、なんか、ここに変化しちゃったんだけど、そうじゃなくて、そうですよね。で、そういうものに侵されてる人っていうのは、これは将来高くなるわよ、なんていうさ、絵をさ、そういう基準で絵を買ったりするじゃないですか。だけど、本当はそういう、この人の作品、ここに部屋に置いたら、毎日見てたら楽しいだろうな、とかって思うような、そういうのも、がいいと思うんですけれども。だから本来アートってそういうもんだと思うんですよね。で、身近にそういうものを感じられるっていうものがなくなってきちゃったのかな。なくなってきたっていうか、なんだろう、そういうものの価値観が分かんなくなってきちゃったんでしょうね。だから楽しいっていうことが、だからそうやって、なんていうか、人間として生きていくって、こう、なんていうかな、生き生きと生きていくっていうことじゃなくって、何かこう消費して、商品欲望を満足させるとか、そういう方へ向かっていっちゃってるって気はしますよね。だから日々生きていくための道具。だから絵を見て、なんていうかな、自分がまた生き生きとして、ワクワクするぞっていう感覚とかね、あるいは自分が作ってワクワクするとか、そういうそうです感覚を取り戻すためね。の
道具、アートって道具だと思うんですよね、うん、そうですね。だ今はでも宇野さんも芸術家っていうお仕事にやってるわけじゃないですか。その中で自分が追求するその芸術がありますよね、うん、それと生きるためのその道具っていうところ、うん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 、その辺の考え方は宇野さんはどういうふうに考えますか。みんなが個人個人がやってるその仕事みたいなのもあるし、うん、僕らみたいなある程度、プロっていうかね、うん、そういう人たちがやってるっていうのと、まあ、ちょっと違うのは、うん、なんていうかな、本質的には一緒だと思うんですよ、うん、ただ僕らやってるのは突き詰めて、うん、詰めてってやってる仕事だし、うん、意識的ですよね、かなりね、うん、そうそうそう、うん、そういった仕事だと思うんですよね、うん、で僕なんか自身でもやっぱり他の人の作品にやっぱり影響されたり、うん、インスパイアされて動いてるわけで、うん、なんていうか自分が一人でやってるわけじゃないんですよね、うん、でそういった大きな歴史の中で影響を受け感化をされてまたそれを返していくっていう、うん、だからその大きな何ていうかな、流れの中に自分が身を置いてるっていう感覚なんですよね。そうですね、うん、でその中の一部になってるっていう感覚で、うんうん、そういった歴史観みたいなのはありますよね、うん、そうですね。